牧草地で育っている牧草飼料作物を馬で運ぶ人飼料作物とは、家畜の飼料となる作物。装飾性家畜に餌として与えるために栽培される作物。単位面積あたりの収量が多いもの、栽培に数が短いものが選ばれる傾向がある。例えばトウモロコシ、大豆、青刈り作物、牧草など。 アメリカ合衆国で生産は、飼料専用の作物が2019年では8320万トン。そのうち4230万トンは、紫馬小屋氏とそれの混合。トウモロコシは2019年で1億3300万トン。日本は、世界と比較すると牧畜は不振状態。飼料作物の使用量も少ない。おまけに、その生産もさらに少量で、 日本は、飼料穀物のほとんどを輸入に依存している。近年で言うと、毎年約1200万トンを輸入。2017年時点の輸入量を、作物の種類別に見ると、トウモロコシ1072万トン、大麦97万トン、小麦40万トン、コーリャン37万トンといった状況。主な輸入先は、米国、ブラジル、オーストラリア、アルゼンチン。日本では、 飼料でトウモロコシを使用する割合が高いので、特に米国、ブラジルからの輸入量が大きい。日本では北海道を除いて飼料作物の栽培は少量であり、高地面積も狭い。そんな日本の飼料作物としては、牧草類ではイタリアンライグラス、チモシーなど、青狩り類ではアルファルファ、トウモロコシ、ソルガムなど、ありがとうございます。